そうですね、今日の試合は、まあ、苦しい時間帯っていうのは、まあ、多かった中で、そういう時間に限って、まあ、良くないバスケットをやってしまったなという印象があります。まあ、個人も力で打破しようとしたり、まあ、してしまったところが一番の反省点かなと今は思っています。まあ、しっかりと見直して、もう一度チームバスケットっていうのを明日表現できたらなと思います。以上です。